では、この、y イコール 3x という比例の式で作った表をグラフにしてみます。こうなります。え、一気に答えですか？そうですよね。このようなグラフ用紙はまだ勉強していませんので、まず、このグラフ用紙について説明しましょう。この、ど真ん中の点を、原点と言います。これを、x 軸。これを、y 軸、と言います。それぞれに、目盛りがついています。例えば、x の値が2の時、y の値が6になっている。というのを、ここに点を打つことによって表します。x が0の時、y の値も0になる、というのは、ここに点を打ちます。簡単ですね。この点のことを、カッコ、2、コンマ、6、と書きます。え、そんなことが決まっているのですか？はい、しっかり決まっているのです。必ず括弧をつけること。そして、x の値を前に書くこと。間にはコンマをつけること、と決まっているのです。わかりました。覚えます。これを、この点の座標、と言います。何丁目何番地、という住所みたいなものですね。この、前の数を、x 座標。後ろの数を、y 座標、と言います。では、座標を答える練習をしましょう。この点の座標は何でしょう？x 座標が5で、y 座標が2になっているので、カッコ、5、コンマ、2、です。では、この点の座標は何でしょう？カッコ、5、コンマ、マイナス3です。では、この点の座標は何でしょう？中途半端な場所ですね。はい、こういうのもあるのです。x 座標がマイナス 3.5 で、y 座標が1ですので、マイナス 3.5、コンマ、1です。では、ここは何でしょう？マイナス 5、コンマ、マイナス 1.5 となります。今度は、逆の練習をしましょう。では、カッコ、マイナス4、コンマ、3の座標の点はどこでしょう？x 座標がマイナス4で、y 座標が3になっているので、この点です。できましたか？はい、バッチリです。では、ちょっと応用問題をやってみましょう。点 A の座標が、カッコ、マイナス3、1で、点 B が、5、1で、点 C が、1、7、であるとき、三角形 ABC の面積を求めなさい。ただし、一目盛りは1センチだとします。急に難しいですね。図を書けば簡単ですよ。答えがわかったら、このボタンを押してください。では、解説します。点 A が、ここ。点 B が、ここ。点 C が、ここ。となりますので、このような三角形になります。底辺は、この長さですので、8センチ。高さは、この長さになるので、6センチ。
よって、この三角形の面積は、8×6×2 分の1で、24平方センチメートルとなります。面白い問題でしたね。ええ、面白かったです。もっと出してください。ごめんなさい、次に進みます。つまんないの。ごめんね、マルヨちゃん。